CJS の神谷様、こんにちは神谷聡平です。本日も世界を見届く聖書の話をお送りしていきたいと思います。講師はマリさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今年初の収録ということで年も改めましてはい、唐突なんですけど、神谷さんは神谷聡平、はい。これ誰が名前つけたんですか。聡平は親父、父です。お父さん、名前にはどんな意味が？あの新選組の起きた壮士から音を取って、うん。 で、えっ、ー、と、兵っていうのは、あの、うさってて、神様の備えものなので。あ<ー>まあ、みんなのために、自分を役立てるようにというふうな意味、漢字にはその意味を超えた、あ、込めたみたいですね。<ー>ことは、新選組、意味は、な,うん、なんか、そういうものが取ったそうです。うん、じゃ、あ日頃、そういう名付けてくれたお父さん。の思いを。はいうん ちゃんと実現できるような人生歩みたいなとかちょっと意識したりするってことですか。はい、それはしますね。はい。うん、な,るなるほど。ただね最近聞いたんですよこの選挙になってうから <laughs> うだ、ん。あ, <laughs> あの新選組のと記者が聞いたんですけど、そのへーっていうね難しい漢字を使ってなんでっていうのはそういうことだと父は言ってましたけどね、はいはい。うちのキックバックカフェは調布市、はい、すぐ近く,近くに近藤勇の成果とかあります。はいうんうん。まだ近藤家ってちゃんとありますから。そうですか。ええ、うん。<ー>そうなんですよ。 じゃあ、土方歳三は、ある日のですよね。そうです、そうです。土方歳三の成果も行ったことあるし、まあ、ちょっとね、車で4五50分ありますね。ねだからそんな二人がね、仲良くしてたっていうのはね、すごいですね。あの時代はね、歩くわけだから。なんでこれ聞いたかっていうと、あの、神の名前。はい。今日はその名前についてね、聖書から、はい。少しちょっとこだわってみたいんですよ。はい。神の名、名前の謎。はい。いうことで。わあ興味深い。うん。はい。で、 僕ら日本人は今こうやって名前のことで父がつけたとか名前に意味があるって分かるわけですよだからもし神谷さんのことを何回教えても神谷丈平さんとかね神谷権蔵さんとかいくら言っても違う名前を呼び続けられたらちょっと向かってくるわけですでちゃんと教えた後にさらに間違えたらちょっと勘弁してくれるとだからやっぱり名前って日本の場合は つけた人のこういうふうになってほしいっていう意味が込められてるから、うんはい、それぞれが名前に意味を見出ししてて自分のアイデンティティィとと関係してるっているうことですよね、うんはい、だからアイデンティティに関わるものが名前、はい、親の願いとか願いとかこういうふうになってほしいっていう性質だったり人格だったり、うんはい、それが名前に込められているっていうのは、まあ、我々は共通の認識としてあると思うんです。はい、ありますね。 実は古代イスラエルも名前に意味があったんですよ、うん、で神の名前も出てくるわけなんです。はい、でこの神の名前我々みたいに名前に意味があるって分かってる文化に生きてると、うんはい、古代イスラエルの名前に意味がある文化だから、はい、それはるい肌感覚で分かると思います、うんはい、今日はその話でこれがすごく重要で、はい、よくあのユダヤの陰謀論が好きな人とか、はい、あるいは あのエヨバの証人っていう、うん、ちょっとこう我々からすると、はい、エホバの証人の人見てたら申し訳ないんだけど、うん、カルト宗教、うん、正統ではない、はい、とそれは何でかと,と僕が決めてるわけじゃなくて、うん、聖書的な視点でちょっと名前があるっていう立場なんですけどそのどこを何と呼ぶかっていうことがすごく重要で、うんはい、ユダヤの神をエホバなのかヤーベなのかとか、うんうん、そういう。 こう陰謀論好きな人は、ヤーウェイっていう名前を悪いイメージで捉えてたりするんですよね。はいうん、で、それは聖書はなん、うん、そもそも何と言ってるかって話なんですよ。はい、で、実は、ヤーウェイっていう神聖四文字っていうのがあります、はいうん。これをね、テトラグラマトンって言うんですよ、うんうん。で、これは多分出ると思うんですけど、あ、出てますね。あれですね。はい、ヘブライ文字で、右から読みますね。ヘブライ文字は。うん、で、一番右がヨッド。ね。はい、で、次がヘイ。 で、vav。で、また、hey なんです。この4文字。で、あれは、ヘブライ語では右から読みますけど、うん、下に英語のローマ字が、アルファベットがありますね。はい、アルファベットの場合は、まあ一応右から今なってるか、うん、yhvh H ですね。うん、右からってわかんないでで。ちなみにあの一番右側のヨッドが、前、まあ、も言ったことは忘れましたけど、あれが曲がたまの形になってますね。はい、前も来ました。で、これが、 名前なんですよはいでこれどっから来たかっていうとまあ前君からやっていただいているようになりましたが神谷さんにこのこの箇所を読んでもらってよろしいでしょうかはい「はい出エジプト3そ1 4すはいそうです、はい、神はモーセに仰せられたはい私は私はあるというものである」はい「また仰せられた」はい「あなたはイスラエル人にこう告げなければならない」 私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたはい、はい、そうですはいこれがあのモーセがねイスラエル民族を解放したっていう話は前もしたと思うんですけど、はい、で有名なあの10回の映画とかね「海が分かれる」とかはいでこのモーセがあのもう80歳だったんですよほんにはいそれでイスラエルに帰って、うん、あエジプトに帰って奴隷のとなっている自国民を連れ出せと、はい、その呼びかけられる瞬間なんですよ、うん この人は逃亡していて実はそれでミディアンというところで羊飼いの女の人と結婚してずっと指名手配犯なんですねエジプトではエジプトの追手が来ない荒れ地でこれが今のサウジアラビアぐらいですそこで羊飼いをやりながら40年過ごしててある時向こうの方で羊を追っかけてね牧草地にいたら向こうで火が燃えてるんですこの芝が燃える芝この芝風ともちょっと違って。 乾燥した砂漠にあるこういう草ですねぐわっと燃えてるんだけど灰になっていかないと燃えてるけど燃え尽きていかないのを見て80歳のモーセがあれって言ってああ俺もうクしたなじゃなくてあれなんだろうって近づいていったところが80歳のモーセのすごいところなんだけど近づいていったらそこから声がしたっていうのが今読んでもらうちょっと前なんですよ。 それであなたの履物を脱げと声がしたんです、はい、そこは聖なるところであると。はい、それで、ステージプトキっていうのは神が語ったんだと。うん、その時、モーセはびっくりして、あなたは何ですか名前を教えてくださいよと言ったら答えたと。はい、神が。うん、それが私はある。英語で言うと、I am who I am。うん、あるいは I am that I am。あるいは、I am なんですよ。はい あるっていう存在であると。うん、だから、名前に後からなったんだけど、はい、あるっていう意味。で、この、そこの、あるっていう英語で言うと、to become。はい、あるっていうヘブライ語のところから取られた4文字なんですよ。はい、これを神聖4文字って言って、神の名前として古代ヘブライ人が使い始めたんです。はい、で、この、 あるっていうのはどういう意味かって言ったら自尊しているっていう意味なんですよ、うん、英語で言うとセルフイグゼスティンでよくあの聖書が理解できないときに、うん、日本人の神様の概念と、はい、日本だったら亡くなったからみんな神様になるから、はい、それもまた尊い考えじゃないですか、はい、でもそもそも言ってるのが時間を超越した物理的世界の第一原因としての実存が、うん 永遠から永遠にわたって存在している。何者にも影響されることなく。つまり、一切の秩序と存在の源としての存在っていう意味なんですね。はい、それがセルフ・イグゼスティング。うん、それが、まず、神っていう概念で、またこの神という単語ももちろん使われてないわけです。はい、それがこの4文字なんですよ。はい、で、これが、何という発音かっていうのが問題なんですよ。 だって兵兵とでは違うわけいです字が一緒でも僕は明星学園っていうところで育ったんですけど明の星ってこ名で明星もあるんです明星学園が特殊な教育やってたんで額数のない教育と明星学園ですってあっ明星ですかって言われると違いますよ僕は「マレヒサなんで「マレヒサって読んでもらわないと「貴少さん」とか言われるといや違いますよ つまりそこの呼び方も発音もね、はいうん、あとそこに意味が込められてるわけだから、はい、とても大事なこととして考えれば、これを何と発音したかってめちゃくちゃ大事じゃないですか。うん、で、実はわかんないんです。はいうん、なんでかって言ったら、ヘブライ語って基本的にヨッドは、一番上の最初のヨッドは防音なんだけど、はいうん、基本子音だけなんで書くんですよ。はいうん だからあの子音の間に膀音が入ると読み方が変わってくるんです、はいうん、で古代のイスラエル人は、はい、あの有名な10階に「うん、あなたは緑に神の名前を唱えてはならない」っていう項目があるんですよ。はい、だから勝手に名前を緑にね、うん、不注意に呼ぶなと。はい、でそれは名前の尊さがわかればちょっと分かりますよね。うん、勝手な名前で呼んでくれるなと。はい、で都合のいい時だけ名前を出すなと。うん、だから それがあったんで、古代ヘブライ人は、記された書物、はい、聖書ですよね。うん、その神聖四文字が出てきたら、はい、発音しなかったんですよ。<ー>発音しないで飛ばしたんですよ。で、代わりにアドナイとか、はいはい、別の呼び名を使い始めたんですよ。だからこれが何て呼ばれてたかっていうのは、実は失われててわかんないんですなるほど。で、ここに間に死音を入れ、棒音を入れると、はい、パッとこれヘブライ人 のヘブライの古代ヘブライ語のちゃんとインスティチュートが出してるんですけど、はいうん、いくらでも呼び名が出てくるんですよ。ああ何とにも、うんうん、あ,あ,あそこにも出てきますね。はい、だからこの「イエホバッハ」とか「うん、イエホーバッハ」とか「イエホービーフ」とか、うん、いっぱいあるんですよ。はい、だから実はわからない。ない神聖だけど発音そのものがわからない、うんうん、っていうのが実はこの4文字の重要なところなんです。はい ところがですよ、うん、これをエホバなんだとエホバ以外に呼び方はない、はい、エホバだけが救いの名前なんだと、うん、エホバだけが神の名前なんだと、うん、言い張っているグループが、<laughs> これがエホバの正体です。